皆さんこんにちは。昭和時代のスポーティーな車といえばオートマが設定されていなかったり、パワーステアリングやパワーウィンドウなどすら装備していないモデルが普通でした。そこで今回は往年の見た目も走りもハードな車をご紹介します。1. トヨタカローラレヴィン GT。 1970年に登場したトヨタ初代セリカに搭載された 1.6 リッター直列4気筒 DOHC エンジン 2TG 型によって、 DOHC イコール高性能車の象徴として世間一般に認識されます。そして1972年には小型大衆車だったカローラスプリンターのクーペに 2TG 型エンジンを搭載したスポーツグレードカローラレヴィンスプリンタートレノを設定し、スポーツカーに対する敷居を下げました。この 2TG 型エンジンはその後に厳しくなった排ガス規制に対応するため、電子制御燃料噴射装置が採用されるなど進化を続け、3代目の TE71 型カローラレヴィンとセダン、クーペの GT グレードに搭載されます。 TE71 型のカローラ GT レヴィンに搭載された 2TGEU 型は最高出力115馬力を発揮。後期モデルに搭載されたエンジンは燃焼室形状の変更などにより圧縮比が 8.4 から 9.0 まで高められ、スロットルレスポンスの改善など同じ形式のエンジンとは思えないほどフィーリングが変化しました。2. マツダサバンナ GT。 1971年にデビューしたマツダサバンナは1967年に発売された世界初のロータリーエンジンを搭載した量販車コスモスポーツと同じ 491cc 2ローター 10A 型ロータリーエンジンを搭載した2ドアクーペ4ドアセダンです。コスモスポーツより安価だったサバンナは若者を中心に人気が高まりました。1972年には上級車種だったカペラに搭載していた最高出力120馬力を発揮する 573cc 2ローター 12A 型エンジンを搭載するサバンナ GT を追加。レースでは無敵を誇っていた日産スカイライン 2000GTR に勝利したことで、サバンナ GT の評価も高まり、流麗なボディのクーペでありながらも硬派な車として認められました。 3. 三菱ランサー EX ターボ。1979年に発売された三菱2代目ランサー EX シリーズはラリーで活躍した初代に比べて100キロ以上増えた車重により、1.4 リッター、1.6 リッターエンジンでは力不足だったため、1980年には 1.8 リッター直列4気筒 G62 型エンジン搭載車が追加されました。さらに1981年に欧州仕様でランサー EX に2リッターターボモデルが発売されると、国内にもターボモデルを望む声が高まります。そして日本でも1981年に最高出力135馬力を発揮する 1.8 リッターターボエンジンを搭載したランサー EX1800GSR ターボが登場。トランスミッションは5速マニュアルのみで、サスペンションも専用にチューニングされており、後輪駆動の素直でコントローラブルなハンドリングによって、スポーツドライビング好きから高い人気を誇りました。ライバル車が続々と
パワーアップする中、ランサーターボも1983年のマイナーチェンジでインタークーラーが装着され、最高出力は160馬力まで向上。ランサーターボはランタボの愛称で親しまれ、飾り気のない硬派のセダンとして若者から支持されました。4. 日産シルビア RS。 1965年に登場した日産初代シルビアは高級クーペとして若者の憧れでしたが、販売台数はわずかでした。2代目は空白期間を経て1975年に発売されましたが、排出ガス規制によって牙が抜かれたエンジンと好き嫌いが分かれたデザインによって販売は低迷します。そして1979年にモデルチェンジした3代目では、直線基調のシャープなボディラインと卓型4灯式ヘッドライトを採用した力強さあふれるフロントフェースなどで一気に人気が高まりました。発売当初は2リッターと 1.8 リッターの直列4気筒 SOHC-Z 型エンジンが搭載され、1981年のマイナーチェンジではブルーバード 3S ターボと同じ最高出力135馬力を発揮する 1.8 リッター4気筒 SOHC ターボ Z18ET 型エンジンが搭載されます。十分に俊足となったシルビアでしたが、さらにスカイライン RS と同じ2リッター4気筒 DOHC16 バルブ FJ20E 型エンジンを搭載するシルビア RS が登場。 FJ20E 型エンジンは最高出力150馬力を誇り、鋭いピックアップやメカニカルノイズが大きめのエンジン音も刺激的でした。 5. ホンダシビック SI。 ホンダ初代シビックには新世代のコンパクトカーとして日本のみならずアメリカでもヒットし、FF 車の優位性を知らしめた存在です。そして1983年に発売された3代目の通称ワンダーシビックは、軽量な車体にパワフルな 1.5 リッターエンジンを搭載することでホットハッチへと生まれ変わりました。しかしライバル車がターボや DOHC エンジンを搭載するとパワーでは見劣りしてしまい、その状況を打破するため1984年に新開発の 1.6 リッター直列4気筒 DOHC-ZC 型エンジンを搭載したシビック SI を追加しました。トヨタの 4AGEU 型エンジンは高回転までスムーズに曲がる優れたフィーリングながら、常用域のトルクが細いと評されましたが、 ZC 型エンジンはロングストロークであることから、中低速域のトルクが太く乗りやすく速いと高く評価されました。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。